ですね。まあ、夫婦でもですね、15万もあったら相当余裕で、セキュリティのしっかりしたコンドミニアムに住んで、まあ、プールがついて、ジムがついてたみたいな、コンシェルジュがいてっていうようなマンションですね、コンドミニアムに住むことっていうのは全然できますね。まあ、日本と比べるとかなり下がりますよね。まあ、タクシーがですね、すごく安かったりとかするので、移動とかも簡単ですし、食費も1食に300円でローカルのものを食べられたりとか、とにかく家賃が2万円ぐらいで済むところも全然あったりとかしますし、そういう意味ではですね、かなり、生活の、は楽になるっていう感じですね。物価としてですね、かなり、楽な生活ができると思います。まあ、本当に10万円もあれば全然普通の人だったら暮らせるって感じなので、まあ、ビールも飲んだり、普通に毎日マッサージ行ったりしてもそれぐらいで、全然生活できたりしますね。人件費の場合はですね、まあ、例えばタクシーが初乗り100円ぐらいだったりとか、